論文オンライン代表の石井秀明です言葉を磨こうの時間です間違えると恥ずかしい仕事の敬語本日の問題はこちらですお客様に課長の不在を伝えるときの言葉として適切なのはどちらでしょうか A 本日は社にいらっしゃいません B 本日は 社におりません。5秒間考えてみてください。はい、正解はこちらになります。本日は社におりません。身内の行動には敬語は使いませんので、謙譲語であるですね、をを使ってですね、お客様にだけですね、敬意を表していただければなというふうに。 思います。いらっしゃるというのは尊敬語になりますね。皆さんの答えはいかがだったでしょうか。それでは次回もお楽しみに。